人生を楽に生きる方法精神科医カバサワショーのカバチャンネル今日はイスラエルのネゲブ砂漠からラクダの上からお伝えしております。はい、こんな感じでラクダに乗ってます。はい、今日は質問いただいています。 SK さん40代男性、人生をもっと楽に生きたいんですけど何かいい方法ありませんかということですね。人生を楽に生きられない人っていうのはおそらく結構目標設定が高い人とか結構完璧主義な人が多いと思うんですね。だから目標が高いので完璧主義の人って100点を取らないと満足できないということなので、90点95点を取ってても、まあ、苦しくなったり楽しくなかったりするっていうね、そういうことってのは起こってくるんです。なので、まあ、70点思考っていうのかな、70点でもいいやっていうね、70点でも70点もできたよっていう、まあ、そういうような発想の仕方っていう風に切り替えないと、どれだけ頑張ってもですね、いつも辛い辛いっていう状態になってくるということですね。もう一つ重要なのは、大体そういう完璧主義の人とか目標設定が高い人っていうのは減点主義で考えるんですね。だからこういう失敗をしちゃったとか、こういうミスをしちゃったとか、マイナス思考、マイナスで自分の行動を評価していくってことがあります。これをですね、プラス評価に切り替えていく、自分はどこまでできたのかということですね。だから失敗した場合、マイナス60点じゃなくてプラス40点、40点分はできたよっていうふうに考えるとですね、とても楽に生きられるんじゃないかというわけです。ということで、同じように生きていても物事の捉え方とか考え方とか、まあ、それ認知と言いますけど、認知の仕方によってですね、人生楽に生きることもできるし、苦しくなることもあるということですから、皆さんも人生を楽に生きられるように考え方を引き換えていけばいいんじゃないかなと思います。ということで、イスラエルラクダの上からのカバチャンネルでした。精神科医カバサワショーンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。